京都で着物のリサイクルショップをしている男性がこんな話をしてくれました。彼のお店は町屋を改築したものでした。ある日、大量の着物の仕入れがあったので、店が終わってからもその仕分けの作業を続けていました。ずいぶん遅い時間になった頃、入り口の方からノックをする音が聞こえてきた。最初は気のせいかと思ったんですが、何度もコンコンと叩かれる。はい、返事をしたんですが、何も言ってこない。誰が来たのかと気になって戸の方まで行きました。戸はまだ叩かれている。鍵を外して少しだけ引き戸を開け、はい、返事をしながら覗いたんですが、店の前には誰もいませんでした。開ける直前までノックが続いていたので、おかしいなと思いながらも戸を閉め、鍵をかけ、作業に戻ろうと振り返った。店の中に、こちらに背中を向けた着物姿の女が立っていました。長い髪、一体どうやって入ったのか。その女は店の奥にスーッと移動していく。歩いているというよりは、まるで宙に浮いて滑っているような動きでした。一目見て、これ人じゃないと思った。慌てて店を飛び出して、そのまま家に逃げ帰りました。翌日、恐る恐る店を覗きましたが、誰もいない。荒らされた様子もないし、店の中は普段と変わりがありませんでした。ほっとしたのですが、ただ一つだけ、新しく仕入れた着物が一枚なくなっていました。その着物はあの女が着ていたのと同じものだった。